モナーでも相談室皆様からお寄せいただいたご質問にお答えしています。えー、サイロさん、モギさんが出演されたテレビの企画で一番良かった企画と。一番嫌だったエピソード。聞きたいです。まあ、最近だと、まあ、もちろんプロフェッショナルは本当に楽しい仕事でしたけども。最近だと、やっぱ、あの。沖縄、九州、沖縄の N. H. K. がやってくださって、あの、九州の旅ラン。の。番組は本当に。楽しいですね。あと、やっぱ、フジテレビだと、あの。 えーとですね「ベストハウスワンツースリー」ってのは本当に今思い出しても素晴らしい番組だったんですけどその企画であの、えー、と海外に、えー、例えばあの高級の自衛症の方とかもねあの、まあ、取材に行ったのは本当に楽しかったです。で一番やがったエピソードはねあのなんかあれですあのやっぱり祝辞先生ですかねあとその前だとねなんかね変人だからかプレゼンテーションの番組があって。 変人が大事だって話をしたら、なんかそこにいるパネリストが例によって、なんかもう。マウンティング系の地上波の。まあ、常連で。なんか変人なんか意味ないっしょみたいなこと言って、であの唯一シェリーさんだけが。肩を持ってくれたっていう時が一番嫌だったな。あの時なんか、その地上波テレビってのは、なんか同化圧力の。根源になっているなってことを感じましたね。ジョアテロに一部が、一部がね。オビワンカルトさん、えー。おはようございます。と 以前、先生に存在させていただいた僕の研究留学についてなのですが、いよいよ出発の機機が近づいてきました、おお、頑張れよ、先生が言った通り、えー、自分の変動体が過剰に反応しているだけだと、メタにすることで不安規制され新しい生活が始まるということに対して、今はワクワクがいっぱいですと、しかし完全に不安がないかというと、えー、自分に嘘をついているような気もして、それをメタにすることでまた不安がなくなるのですが、そこでまた自分で嘘をついている気がしてといった自己研究性のループにはまってしまいますなんとか思いたいと思います。 え研究留学の、えアルトバイズ、ええ、応援メッセージが、欲しいです。お酒が、オビアンカウトさんは、読んでると、あの。いわゆる、あの、パーソナリティのビッグファイブにおける、ニューロティシズムが高い人なのかなと思うんですけど。ニューロティシズム高いって別に、そんな悪いことではなくて、ウディアレンなんか。ニューロティシズム自体を、天才的な創造性に結びつけた人だからね。で、アンズルよりを産、産むが安しっていうけど、その。言ってみたら、別に。大丈夫なんだよ、だから、行く前に。 うよくよくよするっていうことはさオビアン・カートさんあの自分のパーサリティの特性としてあるんだと思うんだけど僕なんか全然始まる前にくよくよとかしない方なんですよ。ニューロティシズム俺すごい低いパーサリティ特性してるんですけどさいいことでも悪いことでもあってねだからオビアン・カートさんもニューロティシズムが高いパーサリティ特性持ってるってのは別に悪いことだけじゃないんで、うん、まあ言ってみたら大丈夫ですよよその前にうようよ。 いやううろうるくよくよするってのはなんでうようやってないく,よく,くよくよするってのは <coughs> パーソナリティ近くなんでそ,のそういうパーソナリティだっていうメタ連中をした上でバーっといっちゃったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。レコリアンさん何でもすぐに飽きるんだけどなぜですか解決策ありますかうんあの継続することによって得られる面白さとか喜びを学習してほしいんですよね。そのって常にその えと脳の模型どこにあるかなと思ったこここに起こってちたそういう,うに変わることができるんで変わることできるんですよだからこのんと、まあ、いわゆるドーパミン系ドーパミン系がその継続することによって強化学習を起こすならばあのそれによって継続するってことの意味を、えー、レコニャンさんもね学ぶことができるんで何でもいいんでそのちょっと続けてみてくださいよ続けるとあいが続けるって楽しいことなんだなっていうふうに思えると思うんで、えー、やってみてください シュージさん、シュさん、さん、カントの The Pure c r i t i c u e of Reason、サルトルの Being and Nothingness は、意識の問題のと声で有益な書でしょうか。まあ、カントは有益だと思うんですけど、サルトルの実存主義ってのは、ちょっとまた意味が違ってきちゃうと思うんですね。えー、有益だと思うんですけど、サルトルはまた人生にとってすごい有益な本であるんだけどあの、カントよりはちょっとどっちかというと情緒的でしょ。で、意識の問題っていうのは、 論理的なことだとだ思うんですよただそこにその、まあ、もちろんフィクオリアとかそういうことに対する感受性って含まれてくるんだけど基本あるところから先は純粋論理だと思うんでカントの方がきっと役に立つじゃないですかねサルトルは一方ある種の人生においてすごく役に立つ本だと思いますけどね田さん、えー、さんこんにちささこに罰化学でクローホルムは人間の意識をなくす物質だと習って疑問が生まれたのですが寝ている時と人為的に意識を飛ばした時は脳の働きに違いが見られるんですか また人間だって睡眠が必要なのはなぜだと思いますか脳を休めるためにという認識がありますが睡眠中は無防備だから進化の過程で睡眠をしない人間が治いと難しくなると考えてしまいます。おずんなもちさん面白い質問ですね。まずクロホルムのようなですね人間のその意識をなくす麻酔物質っていうのはなんで働くのかってことについてこれ重大な意味があるはずですよね、意識研究において。ところがそこにあのみんなあまりフォーカスしないんですよ、通常は。でなななんんでのかか、とと、いう なんてか突拍子もななくく見えるいいうかよくわかよん,んですよねで細胞膜の構造が変わるんじゃないかっていうのが有力な説なんですけどじゃあなんで細胞膜の構造が変わると意識なくなるんだってことについて真剣に考えてる人って意外とないんですよでも意外とそれが本質だったりするんですよね。でみんななんとなくいや細胞膜の構造変わるとあの通常意味でもその、えー、とアクションポテンシャル神経細胞のアクションポテンシャルのレートが変わってそれで意識なくなんじゃねえってだからえっ、ー、とさだからクロールホームみたいな物質の。 うんと細胞膜に対する作用基準自体は本質じゃなくていややっぱ本質はあの神経細胞の活動でしょうみたいに思っちゃうんだけどそれは嘘かもしれないよね。ですごく重要なポイントがそれ第一だってこととそれから第二の睡眠の話はこれはもうものすごいたくさんエビデンスがあってまず情報論的に睡眠が必要であるとつまり経験したこととか学んだことを定着させる整理させるために。 記憶えー、睡眠が必要だってこととそれからもう一つは神経生理学的な話ですよね。えっ、ー、とまあ活動している間にいろんなその老廃物とか物 <coughs> の中にたまっちゃうんでそれをクリーンにするみたいなことがどうもあるらしいとなので、えー、とご存じお,おっしゃる通りですね睡眠ってのは極めて危険ではないですか寝てる間って無防備だからねだから進化の過程で睡眠をしない人が現れてもおかしくないだろうかな,な,ないかっていうのはそれは正しすごくいいセンスなんですけど。 実際はよほど強い理由で睡眠というのは必要とされているみたいでそういうことになってないですよね。最高の星座さん、茂、え、木、ー、さんは好きな詩人と言いますか、クオリアとしてなかなか近いものだと思います。えー、昨日ふと思うと、クオリアってものすごく古典的な哲学から考えられている問題だと気づきました。気づくのに時間がかかりましたが、うん これを物理や科学軸に考えたたらすすごく面白いですね解けた時にノーベル賞の部分が全て崩壊して全部ね、受賞すると思います。ていうか、ノーベル賞自体がどうでもよくなるんじゃないですかね。で、えー、っと、そうですね、コーリアだからそうですよ、うん本当にハイリスク、ローリターンというか、<laughs> 本当に今のところコーリアって得したことは俺ないからな。ハイリスクロ、ノーリターン、ハイリスク、ローリターン、これいいね。そう、コーリア研究、ハイリスク、ノーリターン。 あと好きな詩人ってね僕好きな詩はあるんだけど好きなの知ってね僕なんか「いやこの詩は好きだな」とかいろいろあるんだけどなんかね半分の方がどうも詩に合ってるみたいで定着しないんだよね詩っていやもちろんすごい好きな詩は日本でも日本語でも英語でもあるんだけどなんか根本的に詩というものを信じきれないところあるみたいです僕は僕の体質として。うん だからどっちかというと3文とかエッセープローズの方が何となく好きなんですよね。うん、あのまあまあえっ、ー、とウィットマン、えー、今を生きるねあの「The、Dead Poets Society」の中で出てくるウィットマンの詩なんかはすごくいいなぁと思うんだけどでもなんかしそこに託しきれない自分がいますね。本田さん、えー、英語とタイピングをゲームで習得することについて最近はパソコンを使う子供が増えて。 パソソコンンのソフトででゲーム感覚覚英語やタイピングを覚える子ありますどう思いますか問題ありますかいいいんじゃないですかえー、っと、まあ、タイピング自体は別にそんな大したことじゃないんで <laughs> 覚えたらいいと思うんですけど子供が英語やタイピングを習得していますが大人でもそういうソフトを使ってゲーム感覚で英語やタイピングを覚えていっていいと思いますかネットのソフトといえばアク,アクティタイピングなどですい,いいと思いますよタイピングを覚えるのはいいと思うんですけど英語をゲームで覚えるってのはどういうことなんだろうな英語の綴りを覚えるって意味か にいいととすよとても逆に言うと綴りとかタイピングってそれだけの話なんで、えー、と言語運用能力の中ではそさらにその高度な能力とかあるじゃないですかそこはゲームでは無理なんでただそこのなんていうかタイピングとか英語の綴りみたいなものはそうやってサクッと覚えちゃうのがむしろいいんじゃないかなと思うんですけど。SSH さん この質質問問は重要な質問ですね <laughs>、はい、<laughs> ランニングしてるとき、iPhone どのように携帯していますか、腕いつ系のもポケットに入れるのもどうもしっくりこなくて悩んでいます。素晴らしい。この質問はミリオンダラーズクエスチョンで、あのですね、僕は、あのちょっと今、物がないので説明できないんですけどあの、ポケットに入れてるんですけど、ね、前ポケットにこれがですね、1個しかないんですよ、僕、着てるランニングシャツでいいのって。 でこれが実はすごい深い話であのー、ちょっと待って今絵描きますからねおおなんかダメだ,だ反応しないなんで反応しないのかな充電してたんだけどな、えー、100%だねだから一けるはずなんだけどな反応しないぞ <laughs> 反応しないまあいいやうん、えっと まあ簡単に言うとですね、なんか反応しゃうまく、電気が取れなくなっちゃったな。はい、えーまああのポケット、前のポケット入れてるんですけど、それがあの揺れちゃうんですよ、普通のだと。で、どういうのが揺れるのか、揺れないのかっていうことを検討した結果です、ねあの、大抵の,あのランニングパンツって、内側にポケットがついてるんですよ、こうやってね。そうじゃなくて、外側にポケットを新たに縫い付けてると揺れないということが。 分かったであのー、そういうモデルはなんで売られてないのかって思うんですけどなんかね僕がたまたま持ってて今1個しかないんですよそれが壊れちゃっただからあのアイロンパッチとか当てながら壊れちゃったらそれでもか10年ぐらい履いてるんですけどそれ1個しかないんですよこれランニングパンツ。でどうもそれはもともとトレイルランのパンツだったらしいんですよ。でトレイルランの人っていろんなものを入れて走るじゃないですか。だからトレイルランンのパンツで ある形状のものだけが iPhone が揺れないで楽らしくてで俺それ模擬モデルで売り出そうかと思ってるからなんですけど俺もこれにつけたりとか持ったりとかダメでだからそのえっと何て言うの前のポケットに入れるんですけどそれがある特定の形状じゃないと揺れちゃうんですよだからねこれはね極めて大きな問題でえだからえっとおそらくですね SSH さんがそ,れそういうの見つけられないかもしれないんであのー そのえー、と自分でパンランニングパンツを買ってで外に自分でそのポケットを縫い外側にポケットを縫い付けるとおそらくしっくりくるんじゃないかなと思います、えー、と大きさとかいろいろちょっと研究してみてくださいあの iPhone のサイズにもよって変わるかもしれないんでね夜明ける前の尻神さん私は高校の倫理の教え方には特に問題があると思いますうん倫理,倫理社会ってやつかえっ、ー、と今倫理ってなってるのエスティックスね私は高校をし 中退しているのであらそうなことは言えませんが、高校の勉強の仕方では広く浅くのを学習になってしまい、例えば一つの一人の鉄学者を深く研究したり一つの思想を掘り下げることができないからです。これではただ単に決まったモチレーレを暗記するだけで本質的には全然理解できておらずそもそも意味がなくなると思います。まあほ,ほ,ほんとそうだね。<laughs> お兄さんどう思うかじですか。<laughs> 僕はあの高校の時、倫理社会は先鉄研究ってのがあってね、あの秋元先生って言って。 高校の授業自体はすすごく面白かったんですよで、よ。先哲研究で僕はアインシュタインやったんですけどあの <laughs> 先哲科学ってまあ先哲なんだなでまあ高校の倫理社会自体はくだらないですよねこう文科省のカリキュラムってだからあの程度の教育しか提供できない国なんですよもうだからここまで堕落したらみんな気付くよね それを補ううとということで、えー、と堀川高校堀川高校なんかはその卒業論文書く,書くじゃないですか高校2年でそれで進学実績とかも上がってるみたいなんですけどそうやってなんか自分たちで工夫するしかないだからこれですねもう全部に言えることなんですけど <laughs> 文科省の一律カリキュラムに従っているともう本当に低レベルの学習になっちゃうんで逆に言うと文科省はあのそれ以上やるなとは言ってないわけですよだから勝手にやるしかないんですよこの問題については。 ミカ・カマダさん、えー、虐待という対策が夢中を探すっていい感じですね。あかんなと思っているんだけど、うかつきます。ここの距離の間の単位って何で測ればいいんですか教えてください。幼稚園の時にマリービスケットとミルクを飲んで帰ってきて、ビスケットの味がいとこのゆりねみたいで、退屈な授業中、現実から抜け出して、話の続きを映像で夢のごとく思い描いていたのと同じ時の流れを感じます。誰一人抱きしめてくれ た,ただ一人がただ一人抱きしめてくれたユリネが出て行って涙が飛ばなかったので別れて夢中って手のひらからすり抜けていくいい一躍の砂のようであってお素晴らしい文章じゃないですかうんいやとてもいいと思いますよユリネさんとマリービスケットとミルクのビスケットの味がつながったんだね素晴らしいこれは素晴らしいと思う文学だと思いますよ素晴らしいです、えー、吉川さん最近気づいたのですが 外的なものをメタ認知できる人は多いですが、内的な自己の心をメタ認知できる人は限られているのじゃないかと感じます。だからクオリアが分かんないんだよな。ダニエルデレットなんか、わか、で、みんなだにできていねえもんな。今までは誰もできるものだと思っていました。どうして分からないかと思うぐらいだったのです。もう、せ、あの、おそらくですね。内的な自己の心のメタ認知をすることは。進化論的にはオプショナルなんですよ。だから、ダニエルデレットになんて哲学者でございとか言って。 あの偉そうにしててるけど全然コリアのメタニジできてないわけでそういう大きな欠陥がある人でも社会的な適応できちゃうわけだから僕先生はもちろん、えー、瞬間瞬間感じらっしゃると思いますが他の人はいかがでしょうかいろいろな人と出会われお話しされてると思って経験豊富だと思いますがどれがいの人々が内的な自分の頃をメタニシできてるんでしょうかだからそれはオプショナルなの進化論的にねだいわゆるサイコパス俺サイコパスとかああいうことを言うあの一部のあの 脳科学の風潮がすごい嫌いい嫌嫌で本当嫌いなんだよねサイコパスとか全然意味ねえと思ってるんで科学的な概念としてはまあだけどいわゆるサイコパスとかそういう人たちはメタ認知かけてるからこそあの適応的なんじゃないですかだからこれ人工知能の機能については重要でそのいや人工知能ってもしコンピートしたらメタ認知チ泣いメタ認知かけてる人の方が逆は適,だから適応的かもしれないと思うんですよだからあの漱石の心で。 先生は最後に自ら命を絶つんですけどあれメタ内的な心のメタ認知ができてたからでしょでで,で,できてなかったら「いやお,お嬢さんと結婚してなんか邪魔な刑もいなくなってよかったわ」みたいな感じになっちゃうかもしれないじゃないそうなるとその一見そのメタ内的なメタ認知変えてる人の方が適応的だというパラドックスがあるわけですよで。これは非常に面白い話だと思うんですけどね。 えーとゼロ修正さん、うっせえわ、ー、のデビューまして、はっきり言いまして、まだ茂木先生は日本の音楽の活気の真相に増えていません。はあ、そうなんだ、えー。日本の同時音楽に増えてください。うっせえわ、ー、の肘じゃないぐらいぶったまげるはずです。まあ大体いい想像つくんだけど、えー、同時音楽の界隈とはメジャーで界隈、まあありがとうね、教えてくれて。ただ俺、あんまり… <laughs> 活躍性という音楽データーが自分の好きなこう好きなだけ追求できるシーンであり、無名の新人がその才能を掲げさせるまたとないシーン、それリアルタイムでリスナーが体感できて、さらにその期待の新人という SNS 上で講じる、ま、たさらに本人との契約で楽曲のコラボまでできるシーンもあるのです。おせっかいかもしれませんが、界隈での足がかりでまず私個人として、ラブ・ソルフレッジと潜在、そしてリサ・ユズキをおすすめします。うーん。 これら3名義ともクラシック音楽をベースとした複雑な展開のポップスをメインとして活躍されているクリエイターたちですそうなんだえそれほどそれぞれ67分ほどの最新アルバムのクロスフレイトが YouTube で聴けるのでぜひとも試してみてください、えー、日本のクリエイターたちの書きと熱意は半端じゃないですよまあそうなんだろうね大体だいたいからああいううせわみたいなえっ、ー、と、なんか、楽曲出てくるときには後ろ側になんかそういう濃いのがあるってのは大体一般則なんで教えてくれてありがとうねうんただあの なんだろう右を褒めることとその後ろにあるものに対してどういうかっていうのはど論理的に独立じゃないから大塩星さんの「親、え、銭、ー、に触れてません」とかいうのは、まあ、い親切だと思うんだけどちょっとなんか余計なお世話かもしれないところもあるかもしれないよね。<laughs> あることだからなんて言うかな、えー、と一般的にあることについて言った時にそのこと以外のことを持ち出せたのフォーターバイオティズムって言うじゃないですか。 大塩生さんのは、こうやったバーティーブスだと思うんだけど、まあ、だけど、いいんじゃないですか。あ,のありがとうね、教えてくれてあの。興味あります。後で聞いてみますね。ありがとうね。えっ、ー、と、アノニマスさん、えー、2度ほどここに、えー、おたお持ちさせてもらってますが、いつも丁寧に答えていただいてありがとうございます。いや、こちらこそ。実は森さんのチャンネルを知ったのは昨年の6月あたり、最初の緊急事態宣言の直後だったと思います。クールや人工意識をはじめ東京ケダマット知って 茂木さんは小説を書うたなだとびっくりしたり、生きがいでは日本の文化論を世界中の言語で発信されていたり、世界中の言語っていうか、英語で書いただけですけど、とにかく活動される領域の広さとヒューマニティというか、ね、熱心でいて新しい、新しい新人生にいつも感服しています。ありがとう。チャンネルは参考図書としても重宝していて、ポーナー氏の「生命とは何か」とか、「梶谷石黒のクララサン」はいち早くレビューされていてそう、早速取り掛かりました。実は日の名残には一時期熱心で、小説、映画ともに随分読み込みました。 クラウの中にもスティーブンスやミス・ケントンのような新書が描かれていて、本当そうだよな。しかもそれがどこか日本人のわびさびの美学のようなものを感じさせて、カズワさんの中には日本の何かがあるなとよく思います。そうだよね。素晴らしいじゃないですか。素晴らしい郵便だと思います。えー、とさっきなんかサウンドマシンがどこかにあったんだろうな <laughs> あこれだ。特に質問ではありませんが、今日はお礼を兼ねて、えー、その辺りでよいよいよ,いよいやありがとうございます。楽しいです。ありがとうございます。 そうだよね本当にい,いい人だねこれだからこういう脳内んんでご相談室やってていいなと思うのはこういう素敵な方との出会いがあるのが書けないねこ一度これ閉じないといけないんだよな、ね、これ何なんだろうねなんかよくこういう時はよくわかんないなうまくいかない時ってなめんたいさん、えー「みんなと会えない寂しさ」 コロナってずっと誰とも会えず寂しいそういう辛さを乗り越えるにはねが必要だと思いますからそうだよなみんなうんざりしてるよなーうーんもうしょうがないよなうん本当にうんざりしてると思うんだけど俺うんざりしてるわまあだけど芸術あのやっぱり芸術やっぱこういう時って芸術が救いになってくれると思うんで、うんなんか そういういいもの美しいものとかそういうものを見るしかないだろうなだから今だともうそれぞれの家でストリーミングとかで本当のいい芸術に触れるといいんじゃないかなって俺は思うけどな玉木さん今終わるかわからない小説を書いています今回は書き始めてから1年半経ちましたもし書き終わったとしたらどこの出版社に応募すればよいのでしょうかまだそれに類似した方法で出版する方法はありますかでも書くことが僕にとっては大事で、えー、人の目に触れることはそれぞれ大切ではないかと感じますまあ小説は難しいんですよね うんでだ僕勝手に出すんだったら今いかでも方法あるじゃないですか小説共有サイトとかあるしそれからあの,の電子 Kindle で出すんだったらアマゾンから出せるからでそうじゃなくてその大手の商業大手の出版社が商業出版として出したいってことになるとなかなかハードル高くて通常はその小説の新人賞純文学系エンタメン系ってあるけどそういうとこに出すとかいうのあるだろうしうんあの小説はね 極めてハードル高いっすあの出すのはなんでノンフィクションの方がハードル低いですよね小説に比べたらね。<laughs> でまあ書き終えることが大事だと思いますあ,のある編集者が言ってたのはあの最大の作家の最大の才能は書き終えることだということだと言ってましたんでねまあ、僕もそう思います。だだから頑張ってくださいあと1年半 書いててるって言うけどまあ、大丈夫だよあのよ,よくね海外の小説家とかでもある作品書くのにデビュー作書くのに10年かけたとかそんな人いくらでもいるんでああの飽きずに楽しくやってくださいあと書くことが大事だっておっしゃってるのはとても大事なことで、えー、まあなんか書くことをエンジョイできるそこで自分が成長できるんだったらいいんじゃないかなって思いますけども明太子さんうーんと以前英語を勉強するための文化 以前茂木先生は英語で勉強すると言ってましたが特に海外の文化に興味関心がない人はどうう英語を勉強すればいいのでしょうか特にオタク文化アニメアイドル声優など日本の文化が好きでどっぷりかる層は何をどう,どうのようにすれば英語習得につながりますか、まあ、そういう人最近出てきてますよねこ国風文化的なただあの、えー、とアニメとかでいい仕事してる人っていうのは海外の勉強もあの広くしてる人が多いんじゃないでしょうかそれこそ宮崎駿さんなんか典型だと思うんですけど あのだからあの何も最初からその文化閉じる必要は全くないと思うしあのうーん国風文化でまったりってのはも悪いことじゃないと思うんだけどもったいない感じもするんだよなあとえっとえっとですねだから今の世の中どうなってるかとかあの地球環境問題だとかえー ブロックチェーンとか NFT とかあそこら辺については全くおああ日本のオタク文化では立ち入っていけないんでだからそこはもう諦めるってことになっちゃうんですよねあの英語でやんないとだからまあいいんですけどあのこれ人生のチョイスだからいいんですけどあの要するにシステムどちらかというと下手するとシステムに搾取されちゃう人になっちゃう可能性があるんですよね日本のオタク文化ばかりに浸っちゃってるとだから日本のこれ国としての弱点でもあってでまったり するあの国風文化では強いんですけどそのまったりする国風文化全体が世界の,その金融とかその経済社会のシステムから搾取される側になっちゃう可能性はいつもあるっていうことでやっぱり勉強しといた方がいいんじゃないかなと思うんですけどねこれちょっとまた重要な話なんでえ機会があったらちょっと動画でちゃんと論じたいと思いますけど本気の森さん、えー、森先生はいつもビジネスホテルから動画を撮ってるんですか日本中飛び回ってるんですか飛び回ってるっていうか <laughs> 仕事があるから行ってるだけなんで、うん、別に。 仕事ななければどこにも行かないですよ俺あのプ,プライベートとか私的な用事でどっかに行くってことはまずないんでしょうがないんですよあの、まあ、この状況下だから昔より減ってるんだけどそれでもどうしても行かなくちゃいけないことがあってそういう時にあの「しょうがないから」言ってます別に行きたいわけじゃなくてあでも行くと楽しいですけどねえっ、ー、とマッサールミハテラさんいつも面白い話をお願い,い聞かせお願いいたします。 突然なのですが、脳の模型を購入する際のポイントを教えていただきたいです。脳科関係って勉強する際に脳の模型があると便利だと考え、ネットで調べたところ高いものから安いまで様々に迷ってしまいました。ちなみに森先生がいつも持っている脳の模型はどっちが購入されたものでしょうか。ご挨拶よろしくお願いします。あの脳の模型っていろいろあって、なんかこの上に血管が出てくるやつとかあるんだけど、僕はやっぱりこのこの,こ,のこれこれ買ったんですよこれ。どこで買ったか忘れちゃったけど。あのこれね、いろんなスタイルがあって、これはリーズナブルですあので別に脳の勉強をする時に。 あの模型はいらないですよあの勉強するためだったらでこれはやっぱり動画を撮る時に便利だからでもこれもね買ってあそうだこれなんかいろんな時に使えるなと思って買ってうんそうだね、うん、34年放置しててある時使い始めたんですけどだから別にこれなあってもなくてもいい,い,い気がしますけどねえっとねそれがえっとこれいかがだったかな23万 医学あのこれそんなこれ作るのにそんなにコストかかんねえじゃないかと思うかもしれないけどこれ医学基本的に医学生が使ってるっていうかあの医学でどうも使ってるみたいでだからあのこれなんかこれ書いたじゃないですかこれ,、えーね、これはもともと書いたんですよこの記号が。でこれが何の部位ですかってことを医学生がお覚えるらしいんだけど医学系のやつって基本的に高いんですよねなんかね医者の世界ってだから、うん、あのコストで規制のあとこの,のってそんなにだから。 たくさんメーカーが参入して作るっていう状態になってないじゃないですか。なんで、うん、ちょっと高そこ辺高くなっちゃってるんじゃないかなと思いますけどね。藤野さん、えー、積み木模様で19ポイントの富藤野さんです。プールに時たま行くんですが、僕は足の方を前方にして逆さまに泳ぐ練習をしています。<laughs> 先生の記憶は70メートルですげえな。 先生は水,水泳はいいのにいいと思いますが脳にいいと思う脳にいいとか悪いとかそういうことはあんまり言わないんですけどねドクター中松もよく泳ぐそうですそうなんだ、まあ、変わった人だよねドクター中松僕は6歳から高校まで水泳部で 50m 自由とバックの選手でしたすごいグランブルーという映画のエンゾの高校です水泳を分かる人間になるためには保育園から始めるべきですそうですねいいですね僕は水泳苦手だったけどあの一応小学校56年の時とか 水泳の,あの選抜で泳ぎましたし、あと、なんだっけ、中学校の時僕はす中1が男式テニス部、中2が卓球部、中3が水泳部で、僕はあの、えー、だっけ200メートル平泳ぎ出て疲れました <laughs>。二度と出たくないですね、予選で7人中4位かなんかでおりま,おりおりましたえ。藤野さん、えー イ10歳で英検級とか数検級とか言ってる子供お子さんがおられますが彼らはいずれ博士になって学,習な学者になるのでしょうかならないんじゃないですか <laughs> ていうかまあどうでもいい待ってからこ,こういうのってこれどう,どうかなと思うんだけど数検って何そもそも英検分かるけど数検って何数検ってあんの数学検定ってのんそれ数検って。 初めてその数研なんか日本人好きだよなこういう検定とかな数学検定算数検定実用数学技能本当に好きだよなうんざりだよ。<laughs> <laughs> てかさどうでもよくないはあもうなんか好きだよね日本人って何でこんなに検定好きなの、まあ、こうやって儲けてる検定ビジネスの人たちがいるんだからあんまり邪魔しちゃいけないんだけど数学検定1級から5級だって。 何通学検定一級えどうも <laughs> めっちゃどうでもいいと思ってるああ大学程度一般解析微分法的分法,基本,法基本的な微分法定式大変数関数基本的な複数解析<ん>あれさあな,なんでこんな検定してもらって勝手にやれじゃん、うん、アホらしい ごめん俺の俺の簡単に偏見なんて本当とほんとマジどうでもいいと思うんで、はあねだから親の問題だろこれ <laughs> 俺絶対にあの周りの子供に「ええ研きやった方がいいぞ」とか「そういう研究やった方がいいぞ」とか進めないもん馬鹿らしいから <laughs> どうでもいいんじゃないでしょうかあの,あのね博士ってやつにいい学者になる人がもしいるとするとそれ他人に検定してもらって あのお墨付きをもらうってことから最も離れた人が学者になると思うんで <laughs> なんか変な国だよな日本ってのはまあ検定ビジネスやってる方関係も含めお疲れ様ですまあ基本的に英検は俺も英検一級取ったからまあ俺がまだ素直だったところまあだから英検英語検定協会の方には比較的あの好意的ではあるんですけど自分も取らせていただいたんであとのもんどうでもいいっすよねよくこういうくだらないビジネス考えるばなはいお疲れ様でしたということで えー、あのー、今日もとても勉強になりましたケンモジャイ先生いかがでしたかそうじゃあのわしも検定は意味がないと思うじゃ <laughs> なんで日本人はこんなに検定好きなんですかねまあだからき君も言ってたようになんかお墨付きが好きなんだろうほらしいな <laughs> また来週じゃねえやまた明日お疲れした <laughs>